れ見て、ダイエット始めるのに年間でいつがいいか、どう考えても代謝が上がってる11月、12月でしょ。なぜかというと、冬は体が冷えないように代謝が勝手に上がるんです。なんと夏と比べて 1.5 倍。やばくない？だから今からダイエット始めたら 1.5 倍痩せやすいってことです。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。膝曲げたまま前ももをゆっくりお腹に近づけます。下ろす。前ももをお腹に近づける。腹筋、下っ腹使う感覚あれば OK です。スピードは重要ではないです。前ももをなるべくお腹に近づける。上がるところまでで OK です。腰痛い方無理しないで。ゆっくりでいいから下っ腹意識してしっかり前ももを上げる。普段動かさない範囲で動かすことが重要です。この動画は脂肪燃焼したいので、ちょっとね、筋トレ要素が多めです。きついけど、その代わり各種目の間、ちょっとね、秒数長めにしてありますので、休憩しながら一緒に最後まで頑張りましょう。OK。そしたら次は、膝曲げたままですね、膝同士つけて、お尻持ち上げます。こんな感じです。裏もも、お尻使ってる感覚あれば OK です。膝同士しっかりつけておきましょう。呼吸止めないようにしましょう。しっかり裏もも、お尻意識して、持ち上げた時にこうやって手で触って、裏もも、お尻硬くなってれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。しっかり膝同士つけといて、きつい。ゆっくりでいいです。スピードは重要ではないですよ。裏もも、お尻意識して、膝はつけておく。きつかったり腰痛かったりしたら、サボってもいいし、途中で再生速度調整しても OK です。きつい、しっかり意識して。ラスト1回いきましょう。頑張れ。よし、OK。じゃあ次は、自転車こぎやっていきましょう。ゆっくり足を持ち上げて、なるべく高い位置で大きく円を描きます。腹筋使う感覚ありますか？なるべく高い位置で大きく円を描く。スピードよりも普段動かさない範囲で動かすことが重要です。きつい。ちょっとね、こうやってお尻が床から浮くぐらい高い位置でね、円を描きましょう。呼吸も止めないように頑張って。きつかったらサボってもいいし、再生速度ね、速くしたり遅くしたり、調整して最後まで完走できるよう頑張りましょう。きつい人どんどんサボっていいですからね、呼吸だけ止めないで、あと少し頑張って。OK。休憩ストレッチです。次は、左足を右、こっちに持っていきます。左膝床につけて、左肩もなるべく床に近づける。こうすると、裏も、お尻、背中、腰、この辺がね、伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。これ休憩なのでね、裏もも、ごめんなさい、裏ももじゃない、お尻、腰、背中、ゆるく伸びてれば、それで OK です。この動画結構きついので、途中途中でね、こうやって休憩ストレッチ入ってますので、サボりながら、休憩ストレッチしながら最後までね、一緒に完走しましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。これで、次、反対いきます。そしたら次は、右足を左、こっちに持ってきます。膝は床につけて、この右肩、なるべく床に近づける。お尻、腰、背中伸びてれば OK です。こう、無理にね、この肩を、床につけようとすると、ぎゅーってねじって、腰痛めちゃったなんてならないように、お尻、腰、背中、気持ちよく伸びてれば、それで正解です。呼吸だけ止めないようにしましょう。きつい。次からね、またちょっときつい種目が入ってきますよ。どうしてもこう、基礎代謝上げて、痩せるためにはね、筋肉量も必要なので、ちょっと動かしてね、筋肉つけるような種目も多めに入ってますので、一緒に最後まで頑張りましょう。よし、OK。次はですね、こう上向きになって、膝曲げたまま足パカしていきますよ。膝曲げたまま足パカ。限界まで開く、しっかり閉じ切る。限界まで開く、閉じ切る。で、なるべく高い位置で足パカやると、腹筋にも効いてきます。前ももをなるべくお腹に近づけて、高い位置で足パカ。腰が痛い人は、こう空いてる手をね、お尻の下に入れておくと、だいぶ、負担が減ります。それでもね、腰痛い人、絶対無理しちゃダメです。で、これもスピードよりも、普段動かさない辺まで開き切る、閉じ切る、開き切る、閉じ切る。呼吸止めないで、頑張れ。よし、OK。そしたら次、右向きに横向きになります。スマホ持って右向きになりましょう。スマホはこんな感じで床に置いときましょう。で、両膝曲げたまま、お尻の横、ここを使って膝と膝を離す。ふう、膝と膝離す。こうやってお尻の横触って、あ、動いてるなーって感覚あれば、それで OK です。ふぅ。どうでしょう？ありますか？お尻の横、動く感覚。ふぅ。しっかりね、ここを意識して、スピード重要ではないです。で、NG パターンは、こうやって、後ろに倒れちゃうと NG です。上半身は固定しておいて、膝だけ、離す。ふぅ。よし、OK。そしたら次。ちょっと下の右足を前に出して、この足、真上投げましょう。ふぅ、真上投げる。お尻の横、使ってる感覚ありますか？ふぅ、頑張れ。きつい。ふぅ。ゆっくりでいいですよ。このお尻の横を意識して使うことが大切です。多少ね、前もも外もも使っちゃってもいいんですが、お尻の横を意識して使いましょう。きつい。ふぅ。ちょっと今、下半身だいぶ追い込んだので、次、上半身の種目入ってます。ちょっと頑張ったらね、下半身お休みです。あと少し頑張って。あと2回。お尻意識して、上げて、ラスト1回。頑張れ。あー、足 OK。そしたら、こんな感じで膝曲げて、下半身楽にしておいて、左手万歳して、内、外にねじります。ねじる。ふぅ。呼吸は止めないで。ふぅ。ねじる。ねじる。こう、二の腕付近がね、伸び縮みしてれば、OK です。理想は誰かにね、手をね、上から引っ張られてるイメージで、ねじるとね、この腕付近が伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。もしきつかったらね、最後の10秒サボってもいいし、再生速度、速い、遅い、調整しても大丈夫です。再生速度のね、変え方わからない方、概要欄に再生速度の変え方貼ってますので、ぜひ参考にしてください。OK。そしたら次、この右足を前に出して、左足上げます。で、左のつま先を真上向ける。ふぅ。真上向ける。ふぅ。このお尻の横使う感覚あれば OK です。どうでしょう？ちょっとこれね、難しいと思います。特に内股気味の女性とかはね、結構しんどいです。つま先を真上向ける。外に股関節をねじる。これできなくてもね、大丈夫です。やってるうちにできるようになります。こんな感じ。ふぅ。頑張れ。しっかり前を向けて。この下の右足はね、こうやって前に出しておくことで、バランス取れるんで。ふぅ。頑張って前を向けて。きつかったらサボってもいい。頑張れ、あと少し。しっかり前を向けて。ラスト1回。上向けて OK。そしたら、この上の左足は前に置いて、下の右足を真上に上げます。上げる。この時、内もも。下の右足の内もも使って上げる。内もも意識してくださいね。これスピード全然重要じゃないですからね。右の内もも使って上げる。上げる。で、この時、この左足がきついって声がよくあるので、後ろに左足ついて、こうでもいいです。目的は右の内ももここ使うことです。スピードも重要じゃないし、左足の位置、どっちでもいいです。右の内もも使えてればいいです。で、この次から逆向きになりますので、寝返り打って逆向きになります。スマホ持って寝返り打ちますよ。OK。寝返り打って逆向きになりましょう。じゃあ、左向きに横向きになったら、スマホは顔の前に置いておきましょう。こんな感じで、膝曲げたまま、膝と膝離す。離す。このお尻の横、使う感覚ありますか？スピード重要じゃないですからね。ゆっくりでいいから、しっかり膝と膝離す。お尻の横意識する。NG パターンは、こうやって後ろに体が倒れちゃうと NG です。上半身は固定したまま、膝だけ離す。スピード重要じゃないですからね。ふぅ。呼吸止めないで。頑張れ。ふぅ、きつい。ラスト1回だけ。上げて。OK。そしたら、左足、前に出して、この右足、真上に上げるんですが、皆さんついてきてますか？ゆっくりでいいですからね。上げる。上げる。前もも外もも使ってもいいですが、メインはお尻の横、ここですね。こうやって手を添えて動いてるなーって感覚あればそれで OK。ふぅ、頑張れ頑張れ。はぁ、きついな。ふぅ。このお尻ね、今日かなり、使ってるんですが、人の体の中でね、体積一番大きい筋肉なので、お尻の筋肉がね、柔らかい、うまく使えてる筋力があると、かなり痩せやすくなるので、ちょっとだけ頑張りましょう。きつかったら最後サボってもいいですからね。頑張れ、あと1回だけ。あげて、オッケー。そしたら、こんな感じで膝曲げておいて、右手万歳して、内、外にねじる。誰かにね、指先を上から引っ張られてるイメージ。ねじる、ねじる。呼吸止めないようにしましょう。ふぅ。ちょっと落ち着きましたかね。どうでしょう。ここまでついてこれてますか？ちょっとこれ今回、きつい種目を増やしてるので、皆さんがね、やりやすいように各種目の間、ちょっと長めに取ってるんですが、どうでしょうこれ。長すぎる、短すぎる、遅い、早いあればコメントでね、どんどん教えてください。そういうところも調整して、ズボラにね、習慣化しやすくしようと思ってます。OK。そしたら左足前に出して、この右足を上げて、つま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。見えますかね。つま先を真上向ける。だから、外ねじるイメージ。上半身がね、多少こうやってなってもいいですけど、なるべく上半身固定したまま、つま先だけ真上向ける。お尻の横、ここ、触って、あー動いてるなーってなれば OK。で、これね、普段しない動き、特に女性は、なので、難しいのでね、できなくても大丈夫です。もうできない前提で作ってます、逆に。なんで、練習してね、できるようになったら、いいことなんで、ズボラに緩くね、頑張りましょう。というかね、もうここまでね、やってる時点でね、もうやってる方全然ズボラじゃないですよ。すごいです。OK。そしたら次。この右足、前に出して、左足の内ももを使って上げる。この下の左足使って上げる。目的は左の内ももを使うことです。高く上げることでもなく、早く上げることでもないです。内ももを使って上げることが目的。もしこの右足きつければ、後ろについてください。頑張って。内もも使う感覚ありますか？こうやって空いてる手でね、触って、動いてるなって感覚あれば、OK です。きつい。頑張れ頑張れ。ゆっくりでいいですよ。で、この次から、うつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになりますよ。頑張れ頑張れ。あと少し、ラスト1回上げましょう。OK、じゃあスマホ持ってうつ伏せになりましょう。そしたらスマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横について、腹筋のストレッチです。こんな感じで上半身反らせて、お腹伸びる感覚あれば OK です。いまいち伸びない方、ちょっとね、顎を持ち上げると伸びるかなと思います。腰が痛い方は、こんな感じで肘ついて、ちょっと顎を持ち上げる。これでもね、腹筋伸びると思います。反らすことが目的ではなくて、腹筋をストレッチすることが目的です。腹筋伸びてれば、僕とね、体勢がちょっと違くても全然 OK です。ちょっと次からきつい種目いくので、呼吸整えておきましょう。OK。皆さんついてきてますか？再生速度調整したりしてくださいね。みんな大好きスーパーマンいきますよ。手を万歳した状態で手と足同時に上げます。腰、お尻、使う感覚ありますか？背中から腰、お尻、裏ももにかけて使ってます。きつかったら、下ろして、上げて、これね繰り返しても OK。首、腰、痛い方絶対無理しないでくださいね。痛くない範囲で OK。頑張れる人は、高く上げる。きつ。もうサボりサボりやってもいいし、頑張れるなら高い位置でキープでも OK。自分のペースでいいですからね、どんどんサボりながらやりましょう。無理にね、腰痛いままやるよりも、習慣化のが圧倒的に大切です。OK。そしたら上半身べちゃっと寝かせたまま、かかとをお尻に近づける。こんな感じです。ゆっくりパタパタ動かしましょう。これもスピード勝負ではないです。かかとをお尻にゆっくり近づける。こう空いてる手でね、裏ももお尻の境目あたり触って、あ、この辺の筋肉使ってるな、動いてるなって感覚あれば最高です。まあ、あくまで休憩の種目なので、ゆっくりやりましょう。これ一応ね、昨日久々にお休みいただいて家族で動物園行って、娘に買ってあげたらね、これと、このレッサーパンダ、めちゃめちゃ喜んでくれました。たまにはね、家族サービスしなきゃなと痛感しました。きついな。OK。そしたら次、スーパーマンクロスいきます。手を万歳して、左手と右足上げる。右手と左足上げる。対角線上に手と足を上げる。頑張って。頑張れ頑張れ。呼吸を止めないで。頑張れ。腰、お尻使う感覚ありますか？腰痛い人絶対無理しちゃダメですよ。頑張れる人は、早くやるっていうよりも、なるべく高く上げた方がいいです。ふぅ、きつい。お尻腰使えてますか？ふぅ。早くやることよりも腰、お尻を使って高く上げることの方が重要。ふぅ。きつかったらサボってもいい。呼吸は止めないで。頑張れ頑張れ。ふぅ、ラスト1回。よし、OK。そしたら次は、こんな感じで上半身寝かせたまま、左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹、ここ伸びる感覚があれば OK です。ふぅ。つま先をね、誰かに引っ張られてるイメージで、ぐーっとね、向こうに伸ばすとね、ここ伸びてきます。これね、難しいストレッチなんで伸びないって方多いんですが、伸びなかったら一回戻して、もう一回、こうして、いろんな角度でね、試してみましょう。この左のお腹伸びる角度、探してみればあるはずです。ふー。呼吸は止めないで。OK。じゃあ、こんな感じで上半身寝かせたまま反対いきます。右足を左、こっちに持ってって、右のお腹の前面、伸びてれば OK です。腰痛い人絶対無理しないでくださいね。つま先を誰かに引っ張られてるイメージ。きつい。お腹伸びますか？右のお腹の前面。呼吸は止めないで。いや、皆さん、ここまでよく頑張りました。って言いたいんですが、すいません。最近ちょっとね、ゆるいストレッチ多かったんで、最後にね、まあ、冬、本気でダイエットしようということで、マウンテンクライマー、皆さんが大好きなマウンテンクライマーを入れたので、頑張れる人だけでいいので、一緒に頑張りましょう。頑張れない人はね、僕が苦しんでるのをね、見学しててもいいです。よし、OK。じゃあ、マウンテンクライマーいきますよ。マンションでもできるようになってますかね。こんな感じで三角形作りましょう。三角形作って、前ももをお腹に近づける。近づける。ちょっとわざとね、腰を丸めておく。猫背にしておくと、腹筋にも効いてきます。前ももお腹に近づける。頑張れる人は、こうやってやってもいいけど、まあ、近所迷惑にならないようにしましょう。頑張れ。なるべく高く上げて、腹筋意識して腰丸めて。頑張れ頑張れ、あと少し。頑張れ、あと少し。一応この動画でね、物足りない方は概要欄に追加で貼ってますので、物足りない方いたらぜひ追加でね、やってみてください。頑張れ、あと少し。ラスト1回。OK。ここまでよく頑張りました。素晴らしい。もう最後まで頑張った時点で全然ズボラじゃない。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画だったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒にダイエット頑張りましょう。